味方さ、肩しかいない。まあ。いただきましょうか。いただきますか。はい、いただきます。おー、何からだよ。箸休め。漬物消化しないと。ありすぎるからね、量がね。これかな。じゃあ味噌汁からいただきます。今回これ頼む牛ホルモン。あ、うまっ。うん、あ、味噌汁もこれ白菜くたくた、白菜たまんないでしょ、これ。うん、これシュウマイ、お店のね、おすすめらしいです、シュウマイ。どっから食べていいか分かんないな。ねえ、それちょっとね、ちょっと難しいっすよ。そうですよね。うまっ、うまっ。ご飯美味しいですよね。うん、うん、ビーカップですね。あ、そうだ、チャーハン頼んだ。そうだ、忘れてました。こちら置いておきます。ありがとうございます。ビーカップですね。よろしいですか。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。売るほど書いてあります。チャーハン、ね、これがダルビッシュですよね。そうですね、豚の唐揚げと、見た目は豚と鶏の唐揚げの合い盛り、合い盛り、ダルビッシュ。どっちが持ちだろう。こっちから。うわ、うまっ。鶏もうまっ。味噌汁めっちゃうまいっすよ。くた白菜でやっぱり今日も味噌汁からなんですね、やっぱり。うまい。タコからいってみて、タコから。まあ、これ改めて見るとこれ完食できるか際どいような気がするんですけど。結構ぐらいですか。冷静ですね。ラスターさん冷静ですね。独り占めする必要もないんで。じゃあ1個だけ。タコからめっちゃうまいっすよ、マジで。これ俺もうリピート間違いなしです。あ、うまっ。これうまっ。これいいっすね。これリピート間違いなしです。これタコから、これは。じゃあとりあえず続いて酢豚。多分頼んでない。サービス酢豚。めっちゃうまそう、これ。うわ、酢豚。酢豚。
あ、酢豚めっちゃうまい。酢豚？うん。マックスなんかやたら絶賛してて、うん、俺酢豚好きじゃないから全然わからなかった。うわあ、ありがとうございます。明太子のプレゼント。どういうこと？早い。うん。ハンバーグを、ハンバーグ超でかいんだよこれ。はい。見てこれ。すごくない？デミと大根おろしの合いがけ。でもハンバーグこんぐらいありますだって。ふわふわの座布団ぐらい分厚いですけど。4等分切れてる。食べやすい。玉ねぎがね、めっちゃ入ってるんで、思ってるよりは、あ、本当だ、ライトなハンバーグです。そう、結構ね、つなぎがしっかり玉ねぎとか入っててうまそう。よいしょ。まあ、これうまいわ。うんうん、これいかないとダメだ。白ご飯なくなっちゃう。よし。あ。よし。うん、まっ。これに醤油と、醤油とからし入れて。いやえっ、やっぱりよかった。はい、ありがとうございます。はい、うわ、うまそう。わかるかな。めっちゃでかいんだよね。うん、ネギも超柔らかい。うまっ。
張って食べてる姿も重要があるんだろうな。うん、うん、あー、もういっぱい。あ、あれですね、きついチャーハンですね。そう、きついチャーハンかもしれません。うん、うまいけどきついな、これ。ここまさにね、エクスタシーがその完食者ゼロの。え、これ焼き豚よかったな。あ、ご飯持ってきますよ。そうでしょ。あ、大丈夫大丈夫、ご飯持ってきます。いや、もう結構お腹いっぱいになってきて。いいですか。大丈夫です。これやっぱ来たよ、これ焼き。なかったことに、こうかって練習しなかったことに、しません、これ。もうないよね、まさか。おやつがいます。おやつ。はい。はい。おやつで何ですか。おやつです。汁物がなかったんで、あ、どうぞ。アニックラーメンで。あさ、そういうことか。パンパン。いや、嘘でしょ。ちょっと嘘でしょこれ。みんなであのね、つっこいに柄入れにして。はい、です。ありがとうございます。いや、デザートですから。あとはタッパーに。皆さん、ギブアップです。